名古屋市営地下鉄鶴舞線上新駅に来ています。名古屋城の西側にある高級ホテル名古屋キャッスルの建て替え計画を見ていきたいと思います。前回は隣の浅間町駅から向かったんですが、今回は上新駅から向かいたいと思います。丸の内駅から北に2駅、伏見駅から3駅の駅となっています。で、上新駅は名古屋駅のすぐ北西側にある駅ですね。今回の開発地はこの辺りになっています。上新駅の4番出口を出ました。とりあえずここから南下します。若干浅間町駅からの方が近い気がするんですが、それだと前回と同じ映像になってしまうので、今回は上新駅から向かいます。ひたすら南下を続けます。ちなみに前回訪問した時の動画はこちらになっています。ちなみに上の高速は名古屋高速の清須線です。で、こちらの花の木2丁目交差点を左折します。このチャンネルでは鉄道新線、新駅、駅前再開発などを見ています。興味がある方はチャンネル登録をお願いします。ホテル名古屋キャッスルは1964年開業の高級ホテルです。2020年9月30日に老朽化による建て替えのため閉館となりました。で、左折後少し東に歩くと道路と川が出てきました。で、この堀川という川の向こう側にあるのがキャッスルホテルでした。で、道路と堀川を渡り現地に向かいたいと思います。左側に名古屋城が見えてきましたね。で、この堀川と名古屋城のお堀の間にあったのがホテル名古屋キャッスルです。城を眺めるホテルとしては抜群のロケーションですよね。こちらが開発地の周辺を上から見た様子です。開発地はこちらのホテル本体と駐車場フィットネスクラブがある敷地の2つに分かれています。途中に住宅街がありますが、抜けると今回の開発地到着です。まずは開発地の北側から見てみましょう。塀の下の方は残ってるんですが、解体が進んで囲いの中は何も見えないですね。すっかり建物が見えなくなっちゃいましたね。前は結構残ってたんですけど、あっという間に解体が進んじゃいましたね。こちらが前回訪問時の様子です。かなり建物が残っていました。建設計画の概要が設置されています。新しいホテルは地上11階、高さ45メートル、108室。2021年11月着工予定なので、まあ今月からですよね。新しいホテルのイメージです。お城をイメージしたデザインとなっています。さっき歩いていた道路に戻ってきました。敷地の北東にはお地蔵さんが立ってますね。大事に保存されてますね。道路を南に歩いていきます。こちらの面からも外からは完全に建物が見えなくなりましたね。外から見えるのは、まあ、重機ぐらいですね。天守閣から1キロの範囲には50メートルの高さ制限があるので、高層なホテルは建てられないんですよね。国内外の要人や皇室、財界の方が宿泊したホテルとなっています。新しいホテルは地上11階で同じなんですが、部屋数が195から108に減少しています。新しいホテルは2024年度開業予定です。今年6月の様子です。建物の奥が結構残ってましたね。道路は途中でお堀に合わせて右へカーブしています。早朝なので誰もいないかと思ったら、ジョギングしてる人がたくさんいましたね。カーブ付近から開発地を見るとこんな感じです。で、道路を挟んでフィットネスクラブ側も囲いがしてありますね。
さらに道路を進むと、左にカーブする道路と直進する道路に分かれています。地上が駐車場で、地下にフィットネスクラブがあった敷地が左になっています。ホテル側の敷地を南側から見ます。こちらから見ても建物はありません。前回南側から見た様子がこんな感じです。フィットネスクラブ側の敷地を東側から見るとこんな感じです。天守閣の真西が建物のちょうど中央に来るホテルだったんですよね。おそらく建て替え後もそうなると思います。で、水が入っているお堀は奥で終了になります。上空からどのようなホテルだったのか見てみましょう。このように天守閣の真西にホテルがありました。ホテルを各方向から見るとこのようなデザインをしていました。お堀と川に挟まれた狭いところに立っていたのがわかりますね。フィットネスクラブ側を北側から見るとこんな感じです。この辺りにフィットネスの地下入り口がありましたが解体されています。最後に堀川の向こう側から開発地を見たいと思います。フィットネス側の敷地はこれからどうなるのか不明です。新しいホテルは仮称段階なんですが、エスパシオ名古屋キャッスルという名称になっています。愛知県と名古屋市による高級ホテルの建設に対して最大20億円を建設補助する制度があり、で、ここの他には境広場に建設されるビルに入るコンラッドなどにも支給される予定です。川を挟んでホテルの開発地を西側から見ます。解体が進んで全方向建物が確認できません。こちら側から半世紀ぶりに名古屋城が見えることになったわけですね。フィットネスグラブ側を川を挟んで西側から見ます。で、さっき渡った橋は高城橋という名所らしいですね。堀川は江戸初期に運搬用水路として名古屋城から伊勢湾の間を開削によって作られた川です。堀川の西側に高城が住んでいたことが橋の名前の由来みたいですね。以上、ホテル名古屋キャッスルの建て替えでした。ご視聴ありがとうございました。